クローマー伯爵は、イギリスの伯爵位、連合王国貴族。イギリスの繁殖民地エジプトの統治にあたっていた、イブリン・ベアリングが1901年に除されたのに、始まる。初代クローマー伯爵イブリン・ベアリング1882年9月、エジプトは、オラビー革命鎮圧のために侵攻してきた、イギリス軍によって占領され、以降イギリスの繁殖民地状態に置かれた。 1883年9月には銀行会一族ベアリングや出身のイブリン・ベアリングがエジプト総領事に就任し実質的なエジプト統治者となった。彼は1907年の退任までエジプト行政改革に脱腕を振るいエジプトを強力に支配した。この在任中にイブリンに対してしばしば助釈があった。1892年6月20日には カウンティオブ・ノーフォークにおけるクローマーのクローマー男爵。1899年1月25日には、カウンティオブ・ノーフォークにおけるクローマー爵。そして1901年8月8日には、カウンティオブ・ノーフォークにおけるクローマー白爵と、カウンティオブ・ノーサンバーランドにおけるヘクサムのエリントン爵を与えられた。初代クローマー白の死後、爵位は、長男ローランドとマスベアリングによって継承された。 また初代クローマー博の三男チャールズ・イブリンも、南ローデシア総督やケニア総督を務めるなど、植民地行政官として活躍したため、1960年に、兄とは別に連合王国貴族、カウンティ・オブ・ノー・サンバーランドにおける法育の、グレンデールの法育男爵に除されている。二代、クローマー博の長男である三代、クローマー博、ジョージ・ローランド・スタンリー・イベアリングは、 イングランド銀行総裁や中米大使を務めた。2015年現在の当時はその長男である第4代、クローマー博イブリン・ローランド・エズモンド・ベアリングである。第4代、クローマー博ク・イブリン・ローランド・エズモンド・ベアリングは以下の赦位を有する。法定推定相続人は、エリントン赦、アレクサンダー・ローランド・ハームズワース・ベアリング。ありがとうございます。